クラッシュ。こいつはすげえ。こんなにたくさん人がいるぜ。みんなこんにちは。お前たち最高だぜ。おい、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶をちゃんと知らないやつ、こっちの後ろに見つけたぜ。ガイドさん、あ、これはさ、前から2列目だな、うん、で、こっちの通路側に座っている黒い甲羅で口に白いホタテ当てて座ってる大人の男だ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい？ノリトシです。ノリトシ、名前に海藻入ってるなんて生かしてるぜ、ノリトシ。よし、ノリトシ、いいかい、俺が最高だぜって言ったら両方のヒレを元気よくこうやって高く上げてほしいんだ。やってみるぜ、ノリトシ、最高だぜ。で、頑張ったぜ、みんな彼に拍手を送ってくれ。ノリトシ、ありがとうな。よし、じゃあ今度はそうだな、子供たちともお話をしたいんだけど、ガイドさん、こっちの前に行こうな、うん、前から4列目だ、うん、で、一番端にいるお嬢ちゃん、頑張ってお話できるかな。あー、立ち上がってくれてありがとうな。お嬢ちゃん、こんにちは。こんにちは。かわいすぎるぜ。お嬢ちゃん、名前はなんて言うんだい？赤ちゃんに向け。あー、ガイダさん、ちょっと聞いてもらってもいいかな？ちょっと待ってね。うん、あゆみちゃんだって。あゆみ、ありがとう。よし、あゆみは今日は誰と一緒に来たんだい？お父さんとお母さんです。あー、ちゃんと答えてくれた、偉いぜ。みんな拍手を送ってくれ。ありがとう、ありがとう。じゃあさっきから後ろでごちょごちょ言ってんの絶対お母さんだよな。よし、お母さんとも話しよう。お母さん、こんにちは。こんにちは。うん、お母さん、名前は？高地美奈です。うん、美奈の前はなんて言ったんだい？高地です。高地？木です。高木、美奈、合ってるかい？はい。うん、ありがとうね。ちょっと聞いてもいいかな？あゆみや子供たちからさ、たくさん質問をされた経験はあるかい？はい。音うるさいね。ある？あります。あるんだな、うちの息子のスクワートも。そうなんだな。あ、高木みな、俺たち親同士バッチリ気持ち、うるさい、通じ合ったね。話ができてよかったぜ。ありがとう。あゆみもありがとう。みんな二人に大きな拍手を送ってくれ。いやー、実はな、さっきも息子のスクワートから聞かれたんだ。ねえ、パパ、人間ってどうして僕たちとあんなに違うのって俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。俺に協力してくれるってやつはヒレを曲げてくれ。さあ、どうだい？あー、協力してくれるやついるんだな。嬉しいぜ。お前たち、最高だぜ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何食べるのって聞かれたんだ。ご飯食べる人、ヒレをあげてくれ。さあ、どうだい？よし、ちょっとみんなヒレをあげたままで下ろさないでくれな。じゃあどこ行こうかな、ガイドさんだ。こっちの後ろ行こうか、うん、前から2列目に行ってくれ。で、通路側に座っているなんか俺と同じような甲羅の色の女性がいるんだな。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は？愛です。愛、君の大好物は何なんだい？納豆。納豆というのはどんな食べ物なんだい？豆です。豆って何なんだ、どんどん分からなくなっていくぜ。納豆って食べ物があるんだな。はい、そこから見るかい。俺たちはさ、この下に生えているほら、この海藻、これをたくさん食べるんだ。これをな、わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。ね、俺の体はこんなにも大きくなったってわけさ。はい、俺の体重何キロぐらいあると思う？50
ガリガリじゃないか。俺300キロあるんだよな。だから愛もさ、なんて言ったかな、納豆って言ったかな、それたくさん食べて俺みたいに300キロ目指してくれよな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問のあるやつは元気よく比例を上げてくれ。なんだって答えるぜ。さあどうだい。ああみんな比例上げてくれてるな。じゃあまずどこ行こうか。フラッシュ、うん、前の子が質問あるみたいだぞ。ああハンクありがとう。今ハンクが言ってくれたのは多分こっちだと思うんだ。前から2列目の通路側から3番目に座っているお嬢ちゃんから。そうだそうだ、こんにちは。名前は何て言うんだい。千里です。ん、もう一回言って。千里です。千里、よし、聞きたいことは何だい。いつも何をしているんですか。泳いでいるよ。あとはな、大好きのサーフィンをやったりするんだよな。もちろんさっき言ったみたいにご飯も食べるし寝る時もある。千里はさ、何をしている時が一番好き。テレビを見ている時が。お、テレビというのは一体何なんだい。いろんな番組みたいなやつがある。全然わからないな。でも人間の世界にはそんなものがあるんだな。教えてくれてどうもありがとう。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやついないかい。どうだい、後ろの大人や子供たちも遠慮しなくていいぞ。ひれ上げてくれ。じゃあ今度はガイドさんだ。こっちの後ろに行こうか。前からな、これは何列目なんだろう。4列目ぐらいになるのかな。で、通路側から3番目だ。頭に白と黒の糊を巻いてる女性がいるんだ。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うの。松田くまみくです。みくで合ってるかい。はい。うん、聞きたいことなんだい。子供が何匹いますか。ああ、俺には全部で65匹の子供たちがいるんだ。末っ子はな、さっきから紹介しているスクワート、で、長男がキアル、次がルル、で、サンディ、ヨンディ、ゴディ、ロクディ、7人、そろそろ止めてもいいんだぜ。みんな可愛い俺の暮らしにやさ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやついないかい。どうだい、みんな遠慮しなくていいぞ。おお、じゃあ今度はガイドさんだ。どこにいるのかな。真ん中の後ろでさ、遠慮がちにひれ上げてるお嬢ちゃんがいるんだ。前から2列目のこっち側の通路から数えると4番目ぐらいかな。ああ、そうだそうだ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい。ミネです。ミネで合ってる。リネです。リネ、よし、聞きたいことは何だい。好きな食べ物は何ですか。ああ、そっから見えるかい。俺たちはさ、この下に生えている海藻、これをたくさん食べるんだ。これをな、わかめ、海苔、コップ、2回目だ。でもいいんだいいんだいいんだ。リネが聞きたいと思ったことを聞いてくれるのが一番いいと思うぜ。よし、じゃあな、リネは何を食べるのが好き。納豆です。あ、そうなんだな。じゃあ愛と一緒に納豆食べよう。お前たち最高だぜ。おー、ちょっと待ってくれ。ハイドロホン壊れたか。ハロー、ハロー、なんだベイビーだ。よし、ちょっとベイビーを呼んでみよう。おーい、ベイビー。クラッシュ、やあ、やあベリー。ハロー人間。なあベリー、得意のエコロケーションをみんなに見せてやってくれないかい。見てて。うう、何か見えてきた。お、うう、わあ、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。お、じゃあなベリー。ん、耳が4つ。ああ、わかったぜ。みんなの頭にくっついてる丸くて2つのやつだな。ベリー、あれは耳じゃない、2枚貝だ。でもさ、あのエコロケーションちょっと誰か人間の中でやってもらいたいんだけど。
誰にやってもらおうかな。よし、あいつにやってもらおう。のりとし、君の出番だ。のりとし、エコロケーション使ってさ、俺のヒレが何本上がっているかを当ててみてほしいんだ。いいかい、まずは両方のヒレ頭の横に持ってきて、そうで、しっかり目を閉じて下を向いてくれ。そうだノリトシ、いいかい、俺が言ってまで絶対に目を開けちゃダメだぜ。で、顔も上げるんじゃないぞ。今の体勢のまま、うーだ、いくぞ、せーの、うー、うますぎるぜ。もう一回せー、せーの、うー、よーし、ノリトシ、まだ目開けるなよ。顔を上げるな、ノリトシ。俺のヒレは何本上がってる、うー、見えてきたかい？よっ。後ろのヒレを入れてきたんだな。みんな彼に拍手を送ってくれ。おっ、スタート。パパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。ああ、分かった分かった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと話ができてすげー楽しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また会おうな。